吸ってからやる、吐いた状態でふーっと吐き切った状態でやらへんと。で、横隔膜の動きに注目すると、吐き切った状態っていうのは肺が小さくなってる。肺が小さくなってるってことは横隔膜が浮いてる。で、吸ってる状態は逆に今下がってんだけど、横隔膜ってこうついてるから。